どうかいたしましたか？放浪様が現れませんか？また壊れてしまったのかもしれませんね。義士のバジオ様に修理を。おや、何か反応があるようです。うわ、やめのじゃ。そのわ、わしの放浪様のお声のようです。いかがなさいました、放浪様。やめ、やめて、で、が、が。放浪様、放浪様、いかがなさったのですか。通信が切れてしまいました。今のは一体。放浪様の身にどうやら何か起こったようです。これは困りましたね。放浪様が用意なさった試練の内容は放浪様自身しか知らないのです。どうやらあなたのお力をお借りするしかないようですね。放浪様の安否確認をお願いできますか。放浪様の無事が確認されましたら、覇者の秘儀の試練を受けてそれを果たしていただきたいのです。私はここを動けませんし、放浪様の居場所も分かりかねます。心当たりを探してみてくださいませんか。それではよろしくお願いいたします。お主ではないか。もしかしてわしの心配をしてここまで探しに来てくれたのかの。いやー、すまんかったな。呼び出された時ちょうど熱いバトルの真っ最中だったんじゃ。こいつがその戦利品じゃよ。最後の一つをライバルと奪い合って、それはもうデンジャラスかつサバイバルな戦いじゃった。危うく負けそうになったが、最後の最後で会心の逆転ヨナズンが見事にクリティカルヒッツしたんじゃ。まあちいと大げさに言ったが、それくらい白熱したということじゃ。おお、
すまんすまん。お主の要件は分かっておるぞ。覇者の秘儀の得得を望んでおるんじゃろう。大魔王やその眷属と戦うには覇者の秘儀は必須と言えるものじゃからな。わしが預かる秘儀は勇者の心。勇者の持つ勇気の心を仲間に分け与え、大きなパワーを引き出すという秘儀中の秘儀。その得得のため闘志の試練を受けてもらうぞ。内容は至ってシンプルじゃ。試練の魔物と戦い、これを倒すだけ。お主は勇者の盟友なんじゃから、アンルシアちゃんと共に試練の魔物とのバトルに参加しなきゃいかん。真のレンダーシアのリンジャハル海岸に立つ忍者の塔の最上階に試練の魔物を用意してあるからの。試練の魔物は心を惑わす技を使う。惑わされれば相手にダメージを与えられぬ、心してかかるのじゃぞ。次はジュレット、ジュレット。駆け込み乗車と駅弁の取り合いは危険ですのでおやめください。おお、もうついてしまうのか。わしはこの駅弁をまだ食い終わらんので、しばらくは乗っておるつもりじゃ。忍者の塔に向かうがよい。ではアディオス。準備はいいかしら。あそこにいるのが試練の魔物よ。ホーロー様が言ってたわね。あの魔物は心を惑わす。惑わされるとダメージを与えられなくなる。なんとかしてその技を打ち消す方法を考えないと、勝つことは難しそうだけど、一体どうすれば。悲しみ、恐れ。ゆっくり相談している暇はなさそうね。戦いながら方法を考えてみるわ。嘆き、悲しみ、
恐れ。相手にとって不足はねえぜ。魔物を倒すことはできないわね。嘆き、悲しみ、恐れ。この戦いの間、私はずっと考えてた。勇者とは何者なのかということを。勇者とは勇気ある者のこと。でも勇気は私だけにあるものじゃない。みんなの中にもあるものだわ。ならば私がみんなの勇気を奮い起こせれば、あんな技に負けない勇気の心を得られるはず。それを今から試してみるわ。嘆き、悲しみ、恐れ。心
試練の魔物に勝つことができたのね。あなたのおかげよ。ありがとう。これは私の中に力が湧いてくるのがわかる。やっほー、アンルシアちゃん、試練の魔物に打ち勝ったようじゃの。実にマーベラスかつアメージングじゃ。よしよし、当主の試練をクリアしたことを英知の冠の一人ホーローの名においてここに認めるぞい。ありがとうございます、ホーロー様。でも私じゃなく彼が頑張ってくれたおかげです。それでいいんじゃよ。勇者とは自ら剣を振るうだけの者を呼ぶ名ではないのじゃ。共に戦う盟友や仲間を信頼し、その力を引き出すことができてこそ真の勇者と言えるのじゃよ。はい、ホーロー様、そのお言葉を心に刻んでおきます。さて、試練は終わったが、お主は秘密会議室へ戻ってきてくれぬか。積もる話があるのでな。おっといかん、限定品の弁当を買わねばならぬので、これにて失礼するぞ。グランゼドーラ城へ戻りましょう。秘密会議室に行かなくちゃ。Thank you.
この期間限定ご種族盛り弁当はなかなかデリシャスじゃのう。ご種族をイメージした旬の食材がお互いの味をフォローしつつとろけるように美しいハーモニーを奏でておるわい。ほう、おお、こりゃすまん、戻っておったか。当主の試練が終わり疲れているところを呼んだりしてすまなかったの。少しばかり話をしたくてな。最初にお主と大地の箱舟で会ってからどれくらいの時が過ぎたかの。実はな、わしはあの時からお主には何か勇者につながる縁のようなものを感じておったんじゃ。故にエンダーシアへと向かわせるべくあれやこれやとやってもらったんじゃ。まさかお主が勇者の盟友であったとは、わしの見る目はなんとスペシャルかつパーフェクトなんじゃろうか。いやいや、真にグレートかつワンダフルなのはお主の方じゃな。とにもかくにもわしが目をかけた若者がこんなに立派になってくれて嬉しいぞ。今回の試練の報酬を用意してある。わしからの選別も兼ねて受け取ってほしいんじゃ。こちらが法老様よりお預かりした報酬です。どうぞお受け取りください。お主のこれからの活躍にも大いに期待しておるぞ。さて、わしはもうしばらくぶらり箱舟の旅としゃれ込むとするかの。覇者の秘技の会得、大義であった。早速英知の冠の賢者たちを招集し、このことを報告したいと思う。英知の冠の諸君、ご苦労だ。皆が与えた試練を果たし、勇者姫アンルシアは無事に3つの覇者の秘技を会得した。さらに勇者の盟友の大きな成長も見逃せない。今こそ大魔王と戦う準備は整ったのか。浮かれるのは早いぞ。覇者の秘技とて一つの技に過ぎぬ。生かすも殺すも使う者次第よ。ブロッケン様も言っておられる。覇者の秘技は相手によって使い分けることが大切なのである。でもアンルシア姫なら大丈夫。盟友としてとても頼りになるこの者が一緒なのである。そうじゃぞアンルシアちゃん。勇者だからと何でもかんでも一人でやろうとしてはいかんのじゃ。
神代の力を授かった勇者とて、一人ではできることに限界がある。ゆえに盟友がおり、多くの仲間がいる。勇者が彼らに勇気を分け与えることで、大いなる力の流れが生まれるのだ。それこそが、大魔王に対抗できる力となる。残る聖地の神の秘跡を守るにあたり、覇者の秘技を存分に役立ててほしい。神の秘跡を守り抜くことは、世界の運命を変え、運命の振り子に力を与えることにもつながろう。そのことを忘れてはならんぞ。はい、ルシェンダ様。二人で力を合わせ、私は戦い続けます。一層勇者らしい顔になったな。今のそなたたちならば、この世界を救えると私も信じている。英知の冠の賢者諸君、我々の役割が一つ終わったな。それでは再び集う時を待つとしよう。今後もアンルシアの力になってくれ、しかと頼んだぞ。私が覇者の秘技を得得できたのはあなたがいてくれたから、これからもよろしくね。アンルシア様、覇者の秘技を全て収められたあなたはもう立派な勇者です。私はあなたを勇者と信じます。そして勇者様にお話、いえ、懺悔したいことがあります。ルシェンダ様の執務室へお越しください。そこで話したいと思います。ミルトさん、話したいことって、懺悔って何のことですか？私まで呼びつけるとは。そうか、あのことか。やっと話す気になったのだな。あのこと？やはりルシェンダ様の目を欺けるはずもありませんね。アンルシア様、兄上のトーマの遺体を魔族に渡したのはこの私なのです。あの頃の私はどうかしていました。トーマは死に、唐突に真の勇者だと紹介されたアンルシア様はすぐに姿をくらまし、ええ、私は逃げたと思いました。勇者の重責に耐えられずに。そして皆が絶望しかけた頃、あなたは何食わぬ顔で戻り、国中の祝福を受けた。心の弱さから逃げ隠れした者が、結局勇者としてチヤホヤされるのを忘れられず戻ってきた。なんと面の皮の厚い、そう思いました。私は怒りと失望に取り込まれました。だから私はトーマに、共に真の勇者にすがりたかった。とっくに死人であったトーマに、魔族とは知りませんでした。賢者をも超える秘技を見出したヨステ人だと。死人を蘇らせる秘術を見出した大魔導士だと。そしてその者は言いました。世界の危機に捨てたはずの世を失い、協力させてもらいたいと。人の心の闇につけ込み、もてあそび、踏みにじる、まことに魔族らしいことだ。見ると、お前もまだ未熟だったな。アンルシア様、勇者様、私はどんな罰でも受けます。ですから
ですからトーマを、我が友を何としても闇からお救いください。ルシエンダ様、私の仕事もじきなくなります。どうか我が身をお好きなように処してくださいませ。アンルシア、お前が決めろ。ミルトさん、どんなことでもする覚悟はありますか？無論です。そうですか。ではそのまま今まで通り生きてください。あなたが今まで通り暮らせるように、皆が今まで通り暮らせるように、私が大魔王を倒します。兄を倒します。アンルシア様、私は勇者ですから。アンルシア、それでよいのだな。いいわけないでしょう。でも私は勇者ですから。兄様の親友も認めた勇者ですから。もう一つだけ、お母様にはくれぐれもこのことを明かさないでください。どんなに苦しくとも、お母様の中の兄様の美しい思い出の一つとして汚れないままでいてください。ここにいる人たち以外の前ではあなたは綺麗なままでいてください。どんなに心が潰れそうでも、ミルトさん、それがあなたのすべきたった一つの償いです。心得ました。